マリオメーカーやっていきたいと思います。壁切りマスターで絡みすぎだろ。壁切りマスターへの道。自分壁キック苦手なんですよね。なぜならヒップドロップが出るから。クリア率が相当ひどいんで簡単ですよって書いてあったけど、多分簡単じゃないんでしょうね。うわ、確かに最後あの1マス入んなきゃいけないのつらいな。お、いけたいけたいけた。これはいいんだね。あー、上から来んのか、見えないところから来んのか。なるほどな。これは難しいな。来るんだろう、左。オッケー。あ、しまった、今行けた真ん中で。お、待って待って、来た。オッケー、こうか。で調整して、これむずいな。オッケー、ここはどうなってる。怖い怖い怖い。うん、乗った。うわー、そこ入んのか。うわっ、うわっ。 OK、 でちょっとむずいけどギリギリいける高さだな。はっ、 OK、 でこっから上がよく見えない。あっ、しまった。危ねえ、一番高いとこだな。あー、ああああ、氷じゃねえわな。ついてからの方がこう、もっと右でいいのか。もっと右でいいんだな。よし、いけたー。なんか降ってこないよな。ここは普通に降りて大丈夫そうだったね。ここやだ、ここやな。オッケー、行き過ぎ注意。うわーんってジャンプしなきゃいけないのか。はい、うわよし、おっとと、おっとと。それよりここやだな。よし、行った、行ったけれども、入って左かな、これでゴールかな。ちげえし、まだあるし。なんだなんだ、うわー、これか。うわー、ポッキーさんの時にやったやつだ。ここ、うん、オッケー、ゴールかな。やったぜー、日本人初クリアいただきました。よっしゃー。個人的にこのコースで一番嫌なのは、難しいとこ突破してからの、上との高さが1マスしかなくて、ギリギリでジャンプして右にくるんくるん行かなきゃいけないとこ。あそこが嫌だ。一番嫌だ。あとはもう普通にやってけばいいだけだから、そんなに問題じゃないか。今回このコースのおかげでこれを覚えたんで、これを覚えたのはでかい。はい、では今回はここで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。